はいどうも皆さんこんにちはアメリカ心臓外科医の北原です。毎日質問に答えるコーナーをしています。本日の質問です。はじめまして。私は都内で歯科の開業医をしているものです。偶然見たチーム技の動画にハマってしまい、毎晩寝る前の楽しみにしております。今日は留学にも心臓外科にも関係のない質問をさせていただきたいのですが、お答えいただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。日本の以下の大学病院や大きな病院には航空外科や歯科があるところがあります。 アメリカでではどううなのでしょうか。歯学部のある大学の病院以外にも口腔外科や歯科の入っている大きな病院はあるのでしょうかまたもし北原先生が歯が痛くなったりクリーニングしてもらいたいと思ったりなど何らかの理由で歯科を受診した場合はどのようになさいますか教えていただきたく思います。これははでですすねね。歯科領域の話はあんんんまりよよくわかんないんですよ、ねなんで ちょっとアドバンスと質問箱アドバンスとコーナー行きになるかもしれないですね質問箱アドバンスとっていうのは僕が質問に答えられなかったものをですね専門の人に話を聞いて解決していくっていうコーナーを新たに作ったのでそっちの方にちょっと回したいかなというふうに思います僕が言えることは一つは今僕が働いているメドスタはー心臓ホスプ病院っていうところは一般病院なんですけれどもまあ比較的大きな病院なのでここには歯科航空外科がありますね特に心臓の手術とかが必要な人でまあ、ベンチカンとかする場 あるいはあのエルバドンいわゆる補助人工心臓いわゆる異物をなんか植え込む場合っていうのはもう事前にですね歯をチェックしてで、えー、その例えば牛がひどくてもうあの抜かなくちゃいけないとかっていうやつはもう術前に抜くんですよね。でそれをまああの必ずチェックしてるんででそれを抜く人たちがいるから僕今まで会ったことないですけれどもあの手術の直前に抜いたりとか手術室に抜いたりとかいろいろやってるみたいなんですよね。えー、なんで 例えばあのエルバドの手術とかで術前になんか時間があんまなくてもう本当に手術室例えば6時半入室の手術で6時半にもうそのエムエスかなエ m エスとかわ、まあ、かんないですけどそのオーラルなんとかかんとかっていうその、えー、歯科口腔外科の人たちが来て、えー、と1時間ぐらいで歯を全部オペ室で抜いてで7時半から僕らの手術始めるみたいな感じのことも結構あったりする。で、えーとまあ、大学病院じゃなくても、まああのえー、そういうことで、えー、あります。シカゴ大学に行った時ももちろんそういうい 航空外科いましたしここにに行っても航空外科があるかなというふうに思いう思ますただ詳しいところはちょっとよく分からないですねどういう病院にあってどういう病院にないのかとかっていうところは聞かないといけないかなというふうに思いますね。であと僕が歯が痛くなっちゃったらどうしようかっていうことなんですけど幸いそういうことはないんですけども実はですね あの歯をちょっっっっととと見ててもらいたいたたたなと思って歯医者さんんに行ったことがあったんですよ、まあ、それは日本で見てもらってた虫歯のところがちょっとなんか痛いわけじゃないけどもなんかこう、うんなんか今一つだなみたいな感じで行ったらですねいろいろとまああの英語分かんないですけどそれなりに説明を受けてでそしたらまあそのインプラントが必要だって、まあ、こっちは結構インプラント日本は割と、まあ、これもよく分かんないですけど日本は割と歯を残す治療を先行するんで,でこっちは結構もうあのインプラントもうあの取ってもう植え込んじゃえっていう 不法なのをまあ、えー、目指す。なんかそのより装具にする治療をしていてで。まあインプラントだと。まあなんかは70万ぐらいかかります。みたいな感じに言われたんですよね。で、まあ、あの当時僕シカゴ時代はフェローでですね。お金が全くなくって、もう本当に毎月次の年次の月の給料が全部クレジットカードのあれで差し引かれるから、そのクレジットカードで全部ご飯とか全部買って。要は自転車操業ですよね。今現金がないからクレジットカードで。買っ と言ってクレジットカードのそのデポジットというかその、えっと、払いを次の年月の給料でいわゆるその前借りしてるような感じですねそういう感じでずーっとやってたんでとっても70万円払うようなお金がなかったからあーじゃあちょっと70万じゃちょっと無理ですねって言って諦めたんですよね保険もなななんんんんかかかよよくくわわいいい入入ってたら感じでいるんでるすねだから今もうまあ、多分病院の保険には入ってると思うんで多分この病院で歯科を受けたりとかあるいはその保険の中に入って 病院が,いく,つかが多分いくつかあると思うんでそこに行ってクリーニングしたりとか何かちょっと見てもらってチェックアップしてもらったりとかっていうのはできるのかもしんないんですけどもで本当はしたいんですけどそういうの全然得意じゃないというかよく分かんないんで、あのー、やってないのが現状ですね。ということですいませんこれよく見てもらっていて、あのー、すごくありがたいんですけれど僕が言えることは以上なんであとはちょっとアドバンストコーナーでこっちで働いてる歯科の先生かなんかを捕まえてですねちょっと話を聞いてみようかなというふうに思います。はい 以上です。